皆さんこんにちは。先日盛り上がりを見せた侍ジャパンの欧州代表との対戦、その中で特に注目を集めたのが青山学院大学から選ばれた西川美翔選手ではないでしょうか。アマチュアからの参加ながらプロ顔負けの活躍を見せた西川選手、今年のドラフト1位は固いと言われていますが、一体どの球団が指名するのか注目が集まっています。そんな中、すでにソフトバンクホークスが獲得に動いていると言われています。即戦力にもなる大学生選手で、これだけの結果を国際試合で残せているのですから、多少強引にでも指名は強行してくるのではないかと思われます。そこで今回は西川選手の去就について調査してみましたので、ご紹介していきます。出身は和歌山県の西川選手は、小学校1年生の頃に川辺ウィンスターズで野球を始めたという西川選手。中学時代には和歌山日高ボーイズでプレーし、高校は龍谷大平安高校に進学。1年時はベンチ外だったそうですが、2年の春の選抜からベンチ入りを果たしており、レギュラー番号ではなかったにもかかわらず、全3試合にショートとして出場、10打数3安打3打点の活躍でチームをベスト8に導いています。卒業後は青山学院大学へ進学。大学では1年生の秋からベンチ入りし、3年生の春のリーグ戦では4番レフトの座を獲得。打率364、3発10打点で MVP、 ベスト9に輝くと、開幕週駒沢第3回戦では初アーチを含む2打席連続の左越え弾を記録。指揮で計28試合に先発し、通算28安打、打率259、本 4.16 の実績を残しました。全国大会には3年時春の選手権で優勝、および同秋の神宮で準優勝も経験しており、いずれも4番レフトで全7戦のスタメンを担い、打率385、2本塁打5打点を記録。国際大会にも出場しており、3年時夏の日米大学野球に出場、全5試合で4番左翼スタメンを務め、19打数で6安打、打率316、0発0打点の好成績を残し、2大会連続20度目の優勝に大きく貢献しています。182cm、 81kg、 強打が魅力のプロ注目の大型外野手で、振り切るスイングから強い打球を弾き返す右の強打者、リーグ通算4発の長打力で4番を務めており、スカウトからも評価が高く、西武秋元スカウト育成統括ディレクターは、スイングの速さがあるし、自打球の直後にも我慢して強く振れる、器用さもあると思いますと評価。巨人クレマツスカウト部次長も、仕上がっていますね、スイングスピードもミート力も兼ね備えているし、対応力もあるとこの日の視察を振り返っていました。そしてこの能力の高さが井端監督にも評価され、侍ジャパンが欧州代表と戦う強化試合に招集されることが決定。井端監督は西川選手について、飛距離はずば抜けている、大学ジャパンの4番を打った選手はプロでも活躍していると今後の成長にも目を向けていました。そんな西川選手ですが、6日の欧州戦で侍ジャパンデビューを果たし、早速活躍を見せます。5回死球で出塁した塩見選手に代わって出場を果たした西川選手、続く近藤選手の敵陣2塁打で追加点のホームを踏みます。今まで感じたことのない球場の雰囲気とランナーとしての感覚を感じることができてよかったですとはにかんだ西川選手。そのまま中堅の守備につくと、6回、2番古久選手が放った頭上を越えそうな打球に猛ダッシュ、フェンスに激突しながらキャッチし場内を沸かせます。さらに6回に西1、2塁からは初打席を迎えた西川選手、交代直後の相手投手の初球を思い切り振り抜くと、左翼線を痛烈に破る敵陣2塁打を記録。これにはベンチも大盛り上がりで、塁上の西川選手もはにかんだような笑顔を見せました。どんな球でも甘い球は初球から行こうと思っていたので、うまく振り抜くことができました。試合後こう話した西川選手ですが、活躍はこれだけで終わりません。8回西1塁の2打席目にはまたも初球をフルスイングして左安打、ベンチの井端監督もすごいわとうなって感嘆の表情を浮かべながら拍手を送っていました。前日5日の公式練習では、すごく緊張したんですが
話しかけてもらって優しい方たちばかりでした、と初々しく練習を振り返る。ヤクルト塩見選手と一緒に練習を回り、間近でプロ野球選手のバッティングを見られて、すごく勉強になりました、と目を輝かせていました。印象に残った選手については、塩見選手と村上選手の名を挙げ、村上選手の打撃練習には今まで見たことのないスイングだったり、打球の速さ、すごく学ぶことが多かったです、と笑顔。塩見選手には勇気を出して自分で質問しに行ったことを明かし、左肩が開かないように普段から意識している、とアドバイスをもらったと話していました。緊張はまだしてるんですけど、少しずつ、と苦笑いを浮かべた侍の背番号は3番。大学生らしく元気はつらつと思い切ったプレーをしていきたいです、と言葉に力を込めていました。今週のドラフト1位候補とささやかれていたものの、この活躍で間違いないという評価になった西川選手。気になるのはその去就ですよね。噂ではホークスが獲得するのではと言われていますが、果たしてどうなのでしょうか。結論から言うと、他のドラフト候補次第では可能性は高いと言えます。ホークスの外野手は高齢化が問題となっており、世代交代が急務な状態となっています。特に外野の右打者は現在計算できそうな選手がいないため、西川選手はまさにドンピシャ。そもそも右打者に限れば、今季は山川選手やウォーカー選手を獲得しましたが、まだ足りないと言ってよく、そういった意味でも西川選手はぴったりなわけですね。長打力が武器で内角さばきもうまい。これだけ能力が高ければ獲得に動いてもおかしくはないでしょう。他にも西川選手の強みがチームと合致する部分はある。それが勝負強さ。実は西川選手、大舞台に強いというデータが出ており、今回の侍ジャパンもそうですが、昨年出場した全国大会では通算385、本塁打に打点5、出塁率467、長打率654を記録。国際大会では通算5試合で打率316、出塁率長打率421を記録。ホームランや打点は上げていませんが、しっかり3割以上記録しており、大舞台への強さがしっかり数字に出ています。ちなみに高校時代、甲子園で3割打ってたりします。大舞台常連を目指すホークスにとってはこれ以上ない逸材ですね。ここまで来ると、かつてホークスを支えた内川選手を彷彿とさせますし、そんな選手になれる逸材であることは間違いないでしょう。また西川選手は和歌山県出身で青山学院大学、実は小久保裕紀監督と全く一緒で、こうした縁もあります。監督としても活躍は見てるでしょうし、ホークスの場合は最終的にフロントが決断すると思いますが、この縁を使って獲得に動くことも十分あるでしょう。侍ジャパンで一躍有名となり、早くもドラフトの目玉となっている西川選手、本人の目標はドラフト1位で指名されることと語っていましたが、その目標は叶いそうですね。あとはどのチームに指名されるのか、今週のドラフトに注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。